というわけでございます。城を制圧。敵将、捕獲した。お任せや。壊してもらえますかね。承知いたした。人を増やしてもらおうか。武田信玄、仲間になるかな。今川家いっぱい名前があるから、どれが一番有名な今川家なのかよくわからない。織田信長ではない。織田信長もういない、いないかもしれない。自分のところになってるのかな。ちょっとわかんない。忘れちゃった。名古屋取っちゃったからさ。岩月に来なさい。岩月、ラワラはもういらない。承知しました。岩月。でね、次はね、千葉の方を先に取っちゃおうかなと思うんですよね。兵力はちょっとこの城と向こうの城で分散されてしまうので、そこはちょっと注意しなければいけないですね。我に続け。あー、ここね、一歩中に入んないとダメだね。これはね、ちょっとね、やめた方がいいね。で、道を作る人、
しこまりました。Thank you。 安いやつからやった。これ欲しいんだよな。先取っちゃうか。お金があるときにやっちゃった方がいいよ。同盟できないかな、どっかで。同盟外交。あ、相馬。相馬ってどこだ。相馬はもうすぐ戦うかもしれないな。でも同盟になるんだ。同盟になりたいね。どこでもいいんだよ。まあ同盟国を増やしたいだけなんで、一人ずつ派遣して。人気者だね。なんかさすが徳川家康、人気者なんですよ。候補が多すぎて選べない。
同盟時間が来ちゃいましたね。もう時間が来ちゃったんだけど、もうめんどくさい。全部試したい。ありま。有馬ちゃんまで行きました。有馬ちゃんまで行った。 OK、 今回ここで終了です。